発見、ここだ。はい、皆さんこんにちは、ピカです。タイタンフォール2やっていくよ。はい、次は何をする。BT のためにタイタン用バッテリーをもう一個手に入れろ。バカ野郎。はい、わかりました、行ってきます。これ目標値とかさ、いまだにこれ何だこれ透明なってるのかな。これ透明なってるな、透明なってるのかな。三角は何だろう。あ、三角はこれだこれは何だ、こっちから行くのか。なんかあっち方向だったんだよな。うん、あっちかな、こっちか。なんだあいつ。パイロット、 IMC への投稿は推奨できません。声紋分析の結果、彼らは嘘をついているようです。俺はそんなに間抜けか。どうでしょう、あなたの脳機能を把握するにはニューラルリンクを確立する必要があります。待ってろ、今ジャンプする。BT のためにタイタンのバッテリーを、はい、分かってる。あっちだね。これどう行くんだよ。おい、これだ、行ってこい。俺もおめえ助走つけてんだぞおめえ、こっちおめえ。うわ、こっちか、二段ジャンプこれ。よし、なんだよこれ、死んでんのか。やるよ。いやいやね、チェックポイント。そもそもブリスクって何者だ。元 IMC だそうだ。やつはエイペックスプレデターだ。腕利きの傭兵だ。どこだな、どこで喋ってんだ。悪くないな、俺も傭兵になるかな。助けて、助けてください、助けてください、本当に。マッピングシステムが回復しました。第9艦隊が襲撃されたため目標地点から離れた場所に着地しました。ここが敵地です。気をつけてください。長居はできません。マッピングシステム、俺たち生まれるんだ。俺たち生き残れると思うか。他に選択肢はありません。生き残りたければ臨機応変に対処しなくては。ラスティモーサとはどれくらい一緒に。単位とは973日前にリンクしました。行きました。あっちか、あっちか。あそこだ。イリシアの生き残りがいることは把握した。一人ずつ
追跡し必ず殺す。そうじゃ。隠れる者は今のうちに出てくるように各所に IFC の捜索隊を手配し抵抗するなら。これ犯罪者たちなんだ、どうやって行くんだこれ。こっちか。すいません、道を教えてくれませんか。死んでてください。これはスナイパーか。分からん。スナイパーちょっと疲れる。あ、ここだ。オッケー。こういう時はよし、どこから撃ってるかを確認した上でね、ずっとこう出るの待ってたらね、あのケツ撃たれますからね。もういい。おい、銃を返せ。銃を返せ、これか。で、これをスナイパーライフルにしとくよ。これ乗れるの？なあ、パイロット、あごだ。あなたのスーツには非常ブローキング機能があります。危険回避に役立つでしょう。くっ、何機能？もう一回言って。一撃じゃねえのかよ。おい、グレネード来たらこっち行って。どこにいる？なんだあいつ、何素通りしてんだあいつ。ルートを変えよう。横にいる。ここはちょっとな。これは取れん。これは、あ、なんだこれ、ランチャー。これはすいません、飛行禁止区域です。なめてんのですかお前、バカ野郎。ああ、このランチャー貸せよ。ああ、わかりました。すまない。死んでくれ。
なんだこれ。まだ生きてる。あれなんだ。死んだか。ここにグレネード来てる。強えな。死んだか。なんだよ。うそー。今何その自動照準みたいな何これ。ダメダメ。あかん。ちょ切り替えて。うん、これはあかん。これはジャンプだ。で、バッテリーをもう一個見つけるんだってね。敵のドローンちょっと多くねえか。誰か飛ばしまくってんのか。静かにしてください。わかりますね。死後は死後で行ってください。わかりますね。うん、死後は生きてる間は慎んでください。ああ。何か聞こえた。見えるか。どこだどこだ。何が見えるんだ。はあ、何が見えるんだ。眼科行ってこいボケ。なめてんのか玉かせ。なんだこれ。どこにもいねえな。 IMC は人々の無関心の中で栄えているのです。困窮した人々を獲物にし、わずかな安全の代償として自由を完全に奪うのです。どこ行くんだ。違う。彼らの希望を取り戻し、大事に決して使う決意を呼び戻すのはあなたたち一人一人の役目です。ロシアのため全てが抑圧されずに暮らせる世界を隠しましょう。どこ行くんだこれ。皆運命を共にしています。上か、これ上か。そうか。我々の自由がかかる。ビティ、誰の声だ。はい、こちらはサラブリックス特攻兵団の司令官です。特攻兵団は SRS ミリシャの特殊偵察中隊の一部です。ビティ、船に生存者は。いいえ、 MCS ジェームス・マカーランに生命反応はありません。だがライフボートの 90% が射出されています。望みはあります。どっちだ、PT。 わかりにくいのこれ。 PT、あっちか。 PT、 ちょっとドゥームやってるの思い出してきた。ちょっと何すんのこれ。こ
んな方に敵いねえよな。生存者あれか。よし、とっとと行こう。戻ればいいの？近道ある？あかん。こっちか。スローンよりサルベージ隊が前。マカーラの残骸付近にバンガード級タイタンがいる。チャージ番号はブラゴータンゴ7274。これなんか下から行けんのか。全生存兵へ突っ、ここで投降しておいた方が身のためだ。森の中を入れ。うっそ。歩兵に見つかった方が行ってこい。位置が知られてしまいました。何？位置調べた？静かにしてください。あれは INC の偵察隊です。敵の増援が向かっています。何？ニューラルリンクの確立が必要。最後のバッテリーを取り付けてください。うん、動力最大。 BT プライム。パイロット、進むにはニューラルリンクを確立するべきです。どうぞいつでも登場を。おう。パイロットタイタンガンのリンク完了。ライフルマンジャック・クーパー、あなたは BT7274 の臨時パイロットに承認されました。プロトコル2、任務を執行。我々の任務は特殊作戦217を続行し、 SRS のアンダーソン少佐と合流することです。複数の敵の接近を検知。プロトコル2、なんか撃たれてるよ。撃たれてる。機関システムを再初期化中。どこ？ボーテックスシールドオンライン。ボーテックスシールドは動いて。弾丸やミサイルを加えます。やばいっつの。捉えたものを動けー。発射します。おいし、ピストルどうやって出すんだ。どうやんのこれ。なんか来てる。アコライトポッドが使用できます。肩に装着するロケットポッドで複数の敵にロックオンします。ボタンを長く押すほど多くの敵にロックします。なるほど。これはすごい。ニューラルリンクを確立。機関武器制御とモーションリンクを回復しました。はい、これで敵のタイタンフォールを検知しました。準備を。激しい戦闘が続きます。おいおいおい、正気か。確かか。そうだ、はい、信じて。何を信じればいいんだ。バリアだと
ミリシアのタイタンを発見。キャッシュ番号 BT7274。私たちの戦闘効率評価が上がりました。パイロット、IMC のサルベージ隊はまだ来ます。生き残る唯一の方法は任務を執行し、アンダーソン少佐と合流することです。それまでは我々で切り抜けるしかない。ハドニマーク。R1、あれ赤いの。弾数ないの？え？IMC は我々を捜索し続けます。生き残る唯一の方法はアンダーソン少佐と合流することです。生き残るには臨機応変に対処しなくてはいけません。こちらウォンバット 3-2、 被害は甚大だ。ミリシア兵はいるか、救援を。被害が甚大だ。L1 って何や、あれ。 L1 って何。 L1 もなんかドカーンってビーム出しなかったかよ。なんだこれ。バーストコアレッド。バーストコアどうすげえ。なんだそれ。これアンダーソン。バリアか。バリアかな。なるほど。敵対弾撃破。バリアか。これなんだ。バッテリーか。そういうことか。
撃タイタンを撃破。降りてる。助けて。乗せて。操縦系統移行。あ？何言ってんだ。あ、あれエネルギーか。これもか。おいおい、行けんぞ。そうか、降りるのか。ランチャー、これ取れねえの。まあいい、行こう。燃えてますね、大佐。注意。なんだこれ。タイタンロードアウト。パイロット、このタイタン兵器は新型です。うん。ユーニ。へえ。トーン、なんか難しそうだな。どれ今取ったの、どれ、これか。あー、その武器によって L1 と R1、 そして三角使うの違うのか。バーストコア、あ、これだったんだね今ね。でトーン、サルボコア、完全ロックが必要。ロック完了した敵にミサイルを発射。で、こっちはボタンを長押しして、多くの敵をロックできる。はいはいはい。んー、まあ使ってみるか。お、惚れ込んでるな。人間の言う愛には好意、関心、献身、敬意の要素が必要です。結論、私は 50% 惚れ込んでいます。パイロット、トーンロードアウトを使えば敵にロックオンして追尾ミサイルで狙えます。戦闘時に便利です。どうすんトーンロードってどうすん。R1 か。ロック中。どうすんの？落ちた。やばい、なんか落ちてる。ロックオンなし。ロックオン、あ、ロックしたね。パイロット、流用制御ゲートで道が塞がれています。近くに制御インターフェースがあるはずです。いや、なんか撃ってるよ。これなんだ、これなんだ、あれなんだ。
おい、ジャンプできねえし。敵の位置か。オッケー、分かったぜ。なるほどね、センサーね。了解だ。了解したから進んで。すまない。まあここでなんかゲートを開ければいいのか。降りて。あちち、あちち。有料制御ゲートで道が塞がれています。近くに制御インターフェースがあるはずです。BT から後期し制御室に行って、分からん、どこ行けばいいんだ。あっちか。ここか。なるほど。敵歩兵隊と交戦中。で、降りて行けっちゅうことか。ケイン、南の雲水艦付近に敵対。ちょ、いった。標的を見失った。失っただと。バンカー行ってこい、ボケ。死んでんのか。近ガイドライン追跡しろ。立ち向けない。あ、ここにも分からん。弾ってさ、自然と取ってくれんのかね。わかんねえな。防護服着れって言ってなかった今。大丈夫か。後ろに。ドーム1は現在有害廃棄物ポンプでフィルター処理中。まこだ。ああ、すいません。ああ、撃たないでください。僕の新車です。舐めてんのか、バカ野郎。僕の新車に何をするんですか。なんだ。やるよ、ほら。たっぷりとな。おい、どうしてそれなんだよ、お前。ヘルミットグレネード。ちょ待って、どうしてそれなんだ。俺武器変わってんぞ。お、ま、死ぬやろそんなこと知ったら。お前勝手に武器を買わさないでください、本当に。
ゼロだよこれ。これは取れんの？取れん。なぜ四角出ねえんだろうね。うん、おかしいな。死んじゃうんだけどね、こういうことされたらね。まあいい、行こう。こんなショットガンじゃちょっと遠くの敵狙えねえぞ。どこ行くんだ？あっちか。パイロット、有料制御ゲートで道が塞がれています。近くに制御インターフェースがあるはずです。あいつ敵か。あいつ敵味方だな。この下だよね。あ、これか。メンテナンスオーバーライドを開始。流量制御ゲートを開きます。警告、毒性ガスがペインチャンバーに散る。制御室のセーフティーエアロック手順を実行します。どういうことですかそれ。パイロット、分かりやすく。セーフティーエアロックがかかって制御室を出られません、うん、他の出口を探してください。分かります。二手に分かれましょう。分かれる。リスクがあるな。この状況ではリスクを犯す価値はあります。位置を追跡中、出口を探すことを推奨します。分かった BT、 君も出口を。了解です。こっちか。あれ敵だぞ。届くのか。届いた。ここかな。怪しいやつだな。同感です。スキャンでは水源はこの施設のどこかにあるようです。一刻も無駄にできません。お前敵か。バカ野郎。行けばいいんだよね。はい、そうです。はい、ちょっ、あちょ、ベルグ14、敵のパイロットが。うるさい。これはなんだこれ。ちょっとこれ見にくい。ダメ、この武器ダメ。一発何がだ。これなんだこれ。なんかスナイパーっぽいのばっかりやな。なんだこれ。だからこれダメだって。これあかんって。これはなるほど、そういうことか。ならこっち、
こっちの方がズームできんか。L3 でズーム切り替え、おっあーどこだ、もういねえか、わかったなら、これ良さそうだ、よしこれはいい、行くぜ、また走らなくなったな。あれは？これは？あ、見えるな。あいつ当たらん。こっちからは。まあいい。これなんだ。こちらラクーン3、第9ミリシア艦隊へ。鉄人一人上で捕まった。 IMC は新型の機械砲兵を使っている罠だ。パイロット、進路沿いにミリシア軍がいます。支援が必要かもしれません。刺激が重いんだよね。あいつ、パイプのそばに何かが、注意を。あ？あ、あ、なんだあいつ、味方か。味方だよね、青文字だもんね。味方パイロットだ。隊長、ミリシアのパイロットです。撃つな、 SRS だ。ヘルメットを見ろ。好きなお前、忍者かお前。来ました、私です。隊長、あんたか。味方と会えてよかったです。うちの部隊が得られています。助けを必要としているはず。分かった、あ、敵だよね、敵だよね。名乗らなかったもんね。なんだこれ、なんだこれ、ハプテロのなんだこれ。敵だよね、味方なの。すみません、死んでください。味方だな、味方だな。これは敵だ。
程度。ここまでです。あなたは先へ。俺たちが食い止めます。これでいいんだな。で、何をすればいいの？何をするんだ？ BT と合流する方法を探す。分かった。あれ何？ここか。エンゼロ、でかい。この音が来る。何日も歩きっぱなしなんじゃないか。休みますか。おいおい、どこ行けばいいの？いや、さすがです。休んでいられません。任務を執行しなければ。どこどこ。これは使える。やめて。リロードせよ。
でこっち行けばいいのか。IMC の味方がヴァンガード級タイタンと SRS パイロットにやられてるって知らせが入る。誰だか知らねえ。悪くねえな。さっき殺してるよりは楽しい。え、ここにいなかった？あっち。どこにいるんだろう。パイロットを見失った。あいつだよね。発見できるか。探せ。サイドラインからは見えない。いけるかな。こっちは。見えた。ここだ。近いぞ。グレネードはある？俺。ケイン、聞いてくれ。施設にヴァンガード級タイタンがいる。SRS だと思う。自動試験施設ドーム3は現在有害廃棄物ポンプでフィルター処置中。パイロット、注意が必要です。そうだな。パイロット、注意が必要です。どういくんだろう。なんだあれ。あれなんだ。なんだ、敵か？敵だよね。こうか。
あれ取りたい。どうやって取るんだあれ。絶対取れそうもねえわ俺には。パイロット、この先で合流できます。あれは取らないでおこう。あんなことやってる暇ねえよ。こいつだ。久しぶりだな BT。 私はあなたのヘルメットから送られるライブフィードで行動を見ていました。いい戦いでした。パイロット、霊流を止める制御装置は隣の部屋です。ハードにマークします。うん、有害な霊流を止めて BT と合流する。分かった、まあ、これね。はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。